はい、リズムパターン8回目ですね。ロック、ポップス系の曲でよく使われるリズムパターン9種類を順番にご紹介していってます。今回はロック系のバラードとかブルースでよく使われるロッカバラードっていうリズムパターンをご紹介しようかなと思います。聞いたことあると思うんですけども、まずはどういうパターンか一度叩いてみます。1 and 2, 3, 4. こんな感じですね。ゆったり流れるようなリズムですね。このパターンはそんなに難しくないので、さらっと解説していきます。このパターンはですね、ハイハット、この3つで一塊っていう感じで叩いてもらうと、こう流れるような、こう回転しながら流れるようなノリが出せるかなと思います。ちなみにですね、この上に D、T、U って書いてるんですけども、D っていうのはダウンストローク、T っていうのはタップストローク、U っていうのはアップストロークの省略です。ダウン、タップ、アップを永遠繰り返す感じですね。ダウン、タップ、アップ、ダウン、タップ、アップ。はい、ちなみにダウンストロークとアップストロークっていうのは16ビートのところでやったと思うんですけども、この新しく出てきたタップストロークですね、スティックを低い位置から落として、ちゃんと弾いて低い位置で止める。っていうストロークです。この後ダウンですね。ダウンの後タップ。で、その次アップですよね。ダウンっていうのは高い位置から始めて低い位置で止めますよね。この位置から落とします。ここでもう一度振り上げてしまう人結構いるんですけども、振り上げるとタップストロークじゃなくなってしまうので、止めた位置から落としてちゃんと弾きます。弾いて低い位置で止めます。で、その後がアップストロークになってますよね。アップストロークっていうのは低い位置から始めて高い位置に持ってくる、ちょっと不自然な動きなんですけども、このタップストロークっていうのはダウンストロークとアップストロークの間に挟まれてるので、もうこの場所はタップストロークしかないんです。ないんですけども、あんまり頭でダウン、タップ、アップ、ダウン、タップ、アップで考えなくても、このパターンは少しね、テンポが上がってくると、勝手に手がその動きしますので、あんまりこう、身構えずにやってもらったらできるかなと思います。はい、では、ハイハットのパターン説明したんですけども、これにスネアドラムを入れます。こんな感じですね。はい、これって、ハイハットがダウンストロークの時にスネアも入れるので結構簡単に入れれるかなと思います。で、これができたら足のパターンでこう変化をつけていきましょう。このロッカバラードのパターンっていうのは足をどこに入れても結構かっこよくなります。で、ベースとこう合わせたり外したり、この掛け合いとかも結構面白いですし、いろいろ試してもらったらいいかなと思うんですけども、全部ご紹介しているとキリがなくなってしまうので、今回は1回目にやった5台8ビート、8ビートのところですね、足のパターンを5つ紹介したと思うんですけども、それを変換して当てはめていきたいと思います。で、それができると、こう、それに対してアプローチノートがあるパターンっていうのも、こう、応用としてやっていきます。ちなみに、5台8ビートの一番最初に出てきたパターンですね。ドン、ドン、ドン、ドンって四分打ち、四分音符で足入れるパターンですね。こう、ロッカバラードのパターンっていうのは、こう、横にこう、揺れながら、こう、波のように、ツッツッツッタッツ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 ッタッツッツッっていう感じで進んでいくので、この四分でドン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 縦のラインでこうバシッバシッバシッって区切れてる感じっていうのがあんまりマッチしないんですね。なのでこのパターンは外して残りの4パターンを当てはめていきます。はい、ということで
一拍目と三拍目で入れるこのパターンですね。このパターンちょっと叩いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、こんな感じですね。8ビートの時と同じく、これが一番オーソドックスなパターンです。他の楽器がどうやって弾くかっていうのをこう、このパターンを踏みながら見て、それで2コーラス目から合わせたり、まあ、このパターン、本当何にでも合うので、このパターンで最後まで行ってもらっても全然問題ないかなと思います。はい、では続きまして3拍目がすごく安定した感じになる、このパターンですね。2番のパターン見ていきます。でですね、このパターンからですね、ハイハットがアップストローク、ここですね、アップストロークの時にバスドラムが入ってきますね。早速なんですけども、ちょっとここが難しいかなと思います。手は力を抜くタイミングで、足バスドラムはバンって踏まないといけないので、ここちょっとチグハグのアクセントになってるんで、ちょっとやりにくいかなと思うんですけども、これ16ビート、片手16ビートのところとか、あとシャッフルのところでかなりしっかり練習してますので、わからない方は、ちょっとやりにくいなっていう方は、そこの動画見てもらうと、アップストロークの時に足ちゃんと入れれるっていう練習の仕方やってますので、そこちょっと確認してから進めていってください。こんな感じですね。8ビートの時もこのバスドラムのパターンってバラードでよく使いますよっていうお話させてもらったと思うんですけども、これロッカバラードっていう名前の通り、スローなテンポのバラードでよく使われるんですね。なのでこの2拍目の最後のバスドラムが3拍目のバスドラムをこう押し出して踏みしめるように安定させる、この入れ方っていうのは本当によく使います。で、これの2拍目と4拍目を入れ替えて、4拍目の3つ目ですね。ここですね。4拍目の3つ目から、次の小節の頭に向かって押し出す2の A。これですね。2の A のパターンとか、ずーっとこう、1拍目、3拍目を強調していく2の B のパターンっていうのも頻繁に使いますので、覚えてもらったらいいかなと思います。ちょっと叩いてみます。One, two, three, four. Two の B 行きます。One, two, and three, four.はい、ではどんどん行きましょう。次3番目ですね。こう力強く進んでいく感じのパターンでしたね。ちょっと叩いてみます。 One, two, and three, four.はい、こんな感じですね。この4拍目のスネアに向かって、このバスドラムですね、ここで勢いをつける感じです。で、次の小節の1拍目で落ち着くっていうイメージになります。これも3の A、これですね。このように1拍目と3拍目を入れ替えてもいいですし、次3の B ですね。こんな感じでこうずっと落ち着かずに勢いをキープしたまま前進していくっていうパターンもあります。盛り上がってきた時によく使うパターンですね。 1 and 2 3 4。
はい、では最後4番です。これはバスドラムがシンコペーションするパターンでしたね。ちょっと叩いてみます。1 and 2 and 3 4はい、こんな感じなんですけども、これまでの1番から3番と違って、この3拍目の頭、ここにバスドラムがないですよね。2拍目のラスト、このバスドラムがシンコペーションして、4拍目のこのスネアですね、ここに向かって跳躍力が生まれる感じです。シンコペーションっていうのは、わざとこう不安定な状態を作って、早く安定したいっていう気持ちを起こさせて曲を前に進ませるっていう役割もありましたよね。4の B っていうのはこれですね。このバスドラムがシンコペーションしてるんですけども、4拍目のこのスネア、ここにスネアがあることでパッて着地してる感じになっちゃうんで、あんまりこうシンコペーション感はないかもしれないんですけども、この A と B を合わせて4番のこのパターンになっている感じです。ちょっと叩いてみます。1 and 2 and 3 4 1 and 2 and 3 4こんな感じですね。以上が基本の4パターンっていう感じです。バラードの演奏の時って特に気持ちが入りますよね。で、バスドラムのパターン次第で曲のイメージってすごく変わってしまうので、何踏んでも合うから何でもいいやっていう感じではなくって、この歌詞とか盛り上がるポイントっていうのを把握した上で、どのパターンを選ぶかっていうのが大事かなと思ってます。悲しい歌詞とか雰囲気のところで、この3番、3の B ですね。こんな感じで強いイメージのパターン踏むと、ちょっと雰囲気ぶち壊しちゃう感じがするので、どのパターンをチョイスするかっていうのはとても大事になってくるかなと思います。ということで、今ご紹介した4パターンが基本なんですけども、このパターン以外にも、バスドラムを表の2拍3連で踏んだり、2拍3連の裏で踏んだり、いろんなパターン考えられますよね。で、それは応用編としてまた別で解説していきます。で、足のパターンも自分で考え尽くしたよって方は、手をこんな風に変えてみてください。1番、2番、3番って作ってるんですけども、これ、跳ねるパターンと、この跳ねないパターン、チッチチチッタッチッチっていくパターンと、チッチッチチッタッチッチでいくパターンですね。これをさっきやった足のパターン全部踏めるかなってやってみてもらえると、ちょっとバリエーション増やせるかなと思いますので、ぜひトライしてみてください。